Let it be the first thing. Let it be the first thing. Let it be the first thing. When you come home to me. こんにちは、りょうたです。今回なんですけど、今回は前回失敗したニコン D7500 での星空タイムラプスのリベンジに行ってきました。で、結果から言うと今回もまた失敗しました。で、前回の失敗っていうのが A モードで撮ってる時にカメラの露出補正を、まあ、途中でちょこちょこいじっちゃったんですね。まあ、その中で露出補正を上げた時の露出変化は結構ガガガガッと出てて、まあ見苦しい感じで、まあ、個人的にやっぱ気になるなっていう感じだったんですよ。で、今回はちゃんと決めていったんですけど、露出補正自体はプラス1まで上げて撮ったんですよ。まあ、それ以上だと夕日の時に白飛びしてくるかなと思ってそのぐらいにしたんですけど、やっぱプラス1じゃ暗かったですね。で、前回街明かりが入ってなかったのを今回街明かり入れたんですけど、そっちで露出が拾われちゃってるのか、まあ、そこも含めた総合判定の露出になってくると思うので、またちょっと感覚が違うかなっていうところで、星がほとんど映ってなかったっていうのがまず一つですね。で、もう一つが、月がね、どんな月が出てるかとか、そういうの全く気にせず行ったんですけど、で、月が三日月みたいな形のやつがずっと来てたんですけど、まあ、その月の明かりに結構邪魔されちゃって星が見えなかったのかなと思います。はい。で、もう一つが天気が悪かったですね。もう雲もすごくて、で、前日に雪が降ったんですよ。東京でも雪が降ったりして結構大混乱だった次の日だったんですけど、まあ、そのテントを張ったりした場所は雪がなかったんですけど、もうかなり冷え込んでて、梅雨、霜っていうのがすごい降りてきて、もうレンズがびちょびちょっていうのももちろんなんですけども、カメラ本体も結構濡れてて、まあ、D7500 自体は結構長時間でタイムラプスを撮る予定があったので防塵防滴なんですけど、ビニールをかけて、なのでまあそんな気にならなかったんですけど、もうレンズのこのレンズフィルターががっつり曇っちゃって、まあちょっと撮影って感じではなかったですね。なのでちょっとそのレンズの曇り対策とかもしていかないとダメなのか、それとももう少し乾いた乾燥した日に撮り行くのがいいのか、ちょっとその辺も検討が必要かなと思います。で、さらにもう一つ、まあ、これはもうタイムラプス自体が失敗だったのでいいんですけど、三脚を立ててるところのここでご飯を食べてたんですよ。で、結構おじやみたいにしたら量が増えたのでいっぱい食べたんですね。いやー、お腹いっぱいになったと思って、うんって足で伸びをしたら、そこに三脚の足があって、その三脚の足を途中で蹴ってしまいました。あんま分かんなかったと思うんですけど、カクッと向きが変わっちゃいましたね。で、さらにもう一つが、寒さ対策でテントを持ってったり、安い寝袋を持ってるよっていう人からいらないのがあるよって言われて、それもらって持ってったりしたんですけど、もうその日が、まあ、雪が降った次の日っていうこともあって、ものすごい寒かったんですよ。なのでもうテントとか安い寝袋とかもう結構着込んでいったんですけど、もうそれでも全然耐えられない寒さでしたね。多分マイナス2度とか3度ぐらいはあったような感じでしたけど、前回はテントがなくてもこれ風がなければ耐えれるなぐらいの気温だったんですけど、今回もそういうレベルじゃなくて、で、もう途中で天気も悪いし退散しました。はい。まあ、こんな感じで、まあ、今回のダメだったポイントはその辺かなと思います。まあ、ちょっと星空撮影とか全く慣れてないので、どんな日がいいのかとかもね、わからないので、まあ何回も行ってみてそこで感覚をつかむしかないかななんて思いました。で、前回の動画で言い忘れたんですけど、カメラボディは D7500 って言ったんですけど、レンズを使ってるレンズがこのタムロンの 10-24 F3.5 から 4.5 ってやつを使って撮りました。で、まあ中古で2万円ぐらいで買った安いレンズなので、まあ、びしょびしょになっても特に気にならずって感じなんですけど、やっぱ写真だとローで撮れるので、後で現像とかしてそれなりに良くなるんですけど、 D7500 のタイムラプスだとフル HD なので、まあ、MP4 とかそのぐらいの形だとちょっと編集で露出上げたりとか霞を取ったりとか、まあ、そういうところがあんまりいじれないので、
この先取り続けててもっといいものが取れるのかとかわからないんですけど、ちょっともうちょっとこの D7500 のタイムラプスっていうのがどんなものが取れるか、もう少しだけ粘ってみたいんですけど、ちょっと寝袋だけお金をかけなきゃダメなのかなと思って YouTube の動画見ながら検討してるんですけど、まあ、3万円出しても寝袋は寒いよっていう動画を見て、5万円出せば、まあ、マイナス1ちょっとマイナス2度3度とかで、まあ、それなりに耐えられる感じで、8万円出したら、まあ、結構大丈夫だよみたいな動画を見たんですよ。だけど寝袋に5万8万って結構厳しいですよね。でだったらまあ動画撮影とかが好きでやってるので、あの照明とかね買い足したりしたいなっていう部分もあって結構悩んでるんですけど、今回撮った場所っていうのは車で行って車から歩いて行ったところにあるんですよ。でまあ今回もね帰る時鹿の足跡とかが雪の上についてて行く時なかったんですけど、近くをね動物が結構うろうろしてるので無人にしてしまうっていうのは結構怖いかなっていうのがあるんですよ。でニコンの D7500 が中古で6万8000ぐらいでボディ買ったんですけど、今見ると結構10万円ぐらいのボディばっかりで、もう結構安く買えた方なのかななんて思うんですけど、まあ、そうなるとちょっともったいないっていう気持ちが芽生えてきて、なので近くにいたいなって思うんですけど寒さには耐えられないしっていうところで、まあ、場所を変えて車のそばで撮れるところでもう少しねいろんな挑戦をしてみようかななんて思ってるんですけど、まあ、ちょっとこの続きでねまた何かタイムラプスは撮りたいなと思っているので、またそちらの方もね覗きに来てもらえると嬉しいですはい。で、まあ、今のところねダメだったところをお話ししたんですけど、今回良かったところが何点かあります。はい。で良かったところは、まあ、ご飯が美味しかったですね。やっぱ家でちゃんとしたご飯作って食べるのももちろん美味しいのかもしれないんですけど、やっぱりキャンプとかの自然の中でねちっちゃい調理器具で作ったご飯っていうのはなんか特別美味しい感じがしますよね。なので、まあ、そういう体験もできて趣味としてはかなり良かったなと思います。そしてもう一点が、いつもと違う環境で自然の中に入れて、まあ結構デジタルデトックスとまではいかないんですけど、結構気持ちのいいものだなと思いました。まあ今回ちょっと寒すぎたっていうのはあるんですけど、まあ、自然の中で写真撮ったりタイムラプスを撮ったりっていうのは結構いい趣味なんじゃないかなと思います。でもう一つが、そのテントの中で映画を見たんですけど、糸っていう映画を見たんですけど、その内容がすごい好きでした。はい。でもう一つ、前回3対2で撮りながら画角を合わせてタイムラプスを撮ったので16対9に変わった時に、まあ、下の街明かりが入ってなかったんですけど、今回は街明かりも入っていて、だんだん街明かりが光ってきて星空になっていくっていうところは結構良かったですね。でまあ星空タイムラプスとしてはダメだったかもしれないんですけど、まあ、月が出てきたり雲がもくもく出てきたりレンズが曇ったりっていうね、なんか結構いい雰囲気にはなったんじゃないかなとも思います。はい。まあこんな感じでいろいろあったんですけど、もう一度その辺も含めてタイムラプスをご覧ください。はい。ということで、まあちょっと次のリベンジが同じ場所かはわからないんですけど、まあ、次行くときは北海道を買ったり、まあそこで撮るんだったら寝袋はゲットしたいななんて思うんですけど、まあちょっと最近結構お金使ってて悩むところではあるんですけど、まあ、分割払いしちゃおうかなとかすごいね、自分の中で毎日毎日ここ2週間ぐらい自問自答しながら考えてるんですけど、まあ未だのところ答えは出ていませんね。なので、まあ、寝袋買ったり北海道買ったり、そしてリベンジするのか、車の中から撮れるところでリベンジするのか、まあ、その辺も含めて、またこのチャンネルを覗きに来てもらえたらと思います。はい。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。インスタグラムもやってるので、インスタグラムのフォローと、このチャンネルのチャンネル登録ももしよければよろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。